ジャガイモシロシストセンチューは、空気センチュ目に属するセンチューの一種。植物、特にジャガイモの病原体としてよく知られる。作物に大きな損害を与えることから、経済的に最も重要な植物寄生性センチューの一つだと考えられている。また、シストを形成するセンチューを研究する上でのモデル生物としても利用されている。英名には、ポテトシストネマトで、 ホワイトポテトシストネマトで、ペイルポテトシストネマトで、ポテトルートイルワーム、ゴールデンネマトで、ペイルシストネマトでなどがある。メスの体型は、休憩で、厚い網目状の口くらを持つ。メスは体内に卵を保持したまましに、褐色のシストとなる。生児のメスの体色は、白から乳白色。ジャガイモシスト線中と、外見的に似ているが、こちらは、 生児のメスの体色が黄色い点で異なっている。オスの体型は全中上で C 字や S 字にねじれている。2014年に全ゲノムの解読が達成されている。本種はアンデス山脈を起源とすると見られるが、現在では温帯を中心に55の国家に広まっている。シストは非常に小さく眼鏡であるため土壌粒子の中でも生存可能で農機具などの貿易や 農業用水に乗って全世界に運ばれる。主要な宿主は南アメリカから全世界へと広まったジャガイモである。ナスカに含まれるトマト、ナスなどの作物や犬ホオズキなどの雑草に感染することも可能である。幼虫は植物の根を接触する。受精卵はメスの体内で成長し、メスが死んで健吾なシストとなると成熟した卵はその内部で保護されることとなる。 シスト内の卵は最大で30年製造する。シストは根から外れて土壌内に落ち土壌の輸送と共に運ばれる。感染を受けた植物は黄色く変色してしおれ葉が脱落する。特にヨーロッパにおいて農業害虫として重要である。イギリスだけで見ても本種により年間およそ5000万ポンドの経済的損失が生じている。 感染拡大を防ぐための最善管理観光を定めた法律が発行している。国境を越えた土壌とジャガイモの輸送は検疫により監視されている。農具の除染、土壌の線中検査、汚染土壌の除去が行われているほか、病原性の高い線中の出現を防ぐために、感染に耐性のある栽培品種とない品種を交互に栽培することも行われている。 現在では本州はほぼ全世界で見られるが、米国では厳しい検疫が行われてほぼ排除されている。例外的に2006年にはアイバ修州で大流行が発生した。日本はこの流行を受けて数年間にわたってアメリカからのジャガイモ輸入を禁止した。2015年8月北海道網走市内の補助に侵入したことが確認された。 植物防疫所は植物防疫法に基づき2016年10月23日から緊急防除が開始された。ありがとうございます。